横を描く巻く英語で言うたらアウトサイドスカッこんなイクラ食べたことない。初めて大食い会でちゃんとご飯を食べる人だと思った。何この、もう濃厚、やばいです。そう、また新しいね、新しいスープやるんで来年。本当にフローが入ってくれるんですか。すごいエビマヨ。これ美味しい。トマト&マヨのベストマッチ。トマトも入ってるんだ。でかってか、こんなでかいエビマヨ初めて見たかも。やっぱうまっ。うん、プリプリですか。うん、プリプリです。おいしい。これは食いたくなるね。でしょ。わかる、浜崎の言うそのちゃんと、そう、湯気がすごい、うん、一旦取って冷まそう。もうなんならこれが、あの食べる人いなかったらもうそのまま、あ、これをかけたい。黒酢酢豚かけチャーハンに早変わりです。おいしい。うん、香りがいい。美味しい。ご飯がね、もう終わってるじゃないですか。一つ一つにすごいしっかり味がついてて、めちゃくちゃ美味しい。タルの香りがしますね。5年、100年もの樽の香りが。めっちゃカルトワインみたいな。おー、焼いてる。パンだ。おー、怖い。拷問。拷問みたいですね。イチジクですね、上クレブレみたいにキャラメリゼして、その上にフォアグラのテリーヌです。でこの白いパウダー状のものが淡雪塩というお塩で、あんまり塩辛くないんでがっつりつけてみました。ほとんどデザートだと思う。甘いです、完璧にデザートだね。デザートでしょ、やっぱこのクリームブリュレみたいな感じにこのイチジクがなってて、でなんかこの乗ってるテリーヌがね、ちょっと甘じょっぱい感じになっていいですね。甘さをちょっと締めてくれて、締めるじゃないか。生胡椒で締めて、うまいもんね。熊本はその赤牛ですね。そうです。うん、おいしい。わあ、うまそう。ね。これだから何か追加で食べる。いやもう大丈夫です。木下なんか食べるのに。いいお店は近い。一口いただきます。新地から近いって言ってた。はい、これです。ニアナゴのチロスを用意します。いや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 、さっきからチロスだチロスだ。ニアナゴ、出来前はちょっとあの甘口のシェリーですね。ペドロ・ヒメネスを煮詰めて作った煮詰めです。はい。なんだ。美味しくないか、このアナゴのチロス。美味しい。だけど煮アナゴで作ってる。まあアナゴの風味もするようなつもりもしますね。美味しい。なんかトドロの葉みたいなのに乗ってる。続いては、トルティージャです。スペイン風オムレツを再構築した、はい、あのちょっとジャガイモが入ったあのスペイン風のオムレツですね。もうちょっと再構築したものをご用意しております。彼女中心に、はい、彼女がまず食います。はい、わかりました。僕は横で見てます。あ、美味しい。で、超美味しい。甘くて美味しい。飲みやすい。あっ、確かに。
ケンタッキーだ。おいしい。やばい。膨らんでます、うん、カチパチです。こういう感じですか。いただきます。うん、豆腐が何ですか。これはとろとろ。うわー、美味しそう。中がちょっとレアな感じで。プロは。うわあ。これじゃこれぞ立ってるってやつや。ひけじ。きたー。普通は激しいがない。普通は。の最高のお米で食べる。ひけじ。この後半までね。卵もなんかめちゃくちゃ美味しい。やばい。おいしい。なんかね、お米がね、ちょっと深めに入ってあって、なんかね、カレーよりもうちょっとトロトロ。もうなんかもう麺がね、平べったくって、なんかツルツルな感じですね。そう、いや、ツルツルですよ。やばい、やばいやつですよ。スラプライカボス。やばい、すすり方がやばい。スラプライカボス。めっちゃ歯応えがあって美味しいです。味付けもね、そんな辛くなくて、これ今京都でナンバー2。はい。おいしそう。おいしそう。おいしそう。食べるな。めっちゃうまい。めっちゃうまい。どうですか。うそー。暑そう。ぐらいでやと思った。まっしげえ。何食うまっすぐ。こんな瞬間今日。まっすぐ。スラプライカボス。スラプライカボス。いやー、お疲れ様でした。いや、大阪でも最高でしたね。美味しかった。美味しいお店がいっぱいあって、人の辛そうな顔見てるとこっちも辛くなってくるけど、そんだけ笑顔で食べ続けてくれたらもうすごい気が楽。よかった。いいですね。本当いいですね。ありがとうございます。そんだけ美味しいお店をね、そんだけ用意できるっていうことの方がすごいです。はい、すげえ。本当。はい、すごい人です。すごい人です。可愛い。